ただいまより第三礼拝を始めます。それでは皆様、ご起立ください。唱詠を賛美します。で使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。詩編の朗読をいたします。詩編37編。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主は己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし死を待ち望む者、彼は血を受け継ごう。アーメン。お願いします。それでは聖歌498番を賛美します。
皆さん、オリンピック見てますでしょうか。リオデジャネイロのオリンピックのテレビの放送の初めには必ずキリスト像が出てきますよね。もうリオの象徴みたいになってますけど、コルコバードっていうところの丘の上に立ってるみたいなんですけど、キリスト像どうですかね、皆さんね。いろいろ考えるところありますけども、まあ、プロテスタントの教会ではありえないですが、まあ、カトリックではキリスト像というのはありなんでしょうね。で、あの像自身を礼拝の対象としてたら間違いでしょうけども、イエス様が近くにいる町を守ってくれてるというすごい、視覚的イメージはすごいですよね。でそれからオリンピックのこの放映が全世界でなされるたびにイエス様がこう映し出されるというのは反面嬉しいような気もします。で、イスラム教はですね、その辺を一切かなり厳しくですね、偶像については旧約聖書に書かれてますので、イスラム教徒は旧約聖書をベースにしてますからね、偶像は一切イスラム教の礼拝所モスクの中には偶像は一切ありません。ですからいろんな幾何学模様とかモザイクとかそういうのが発達したというふうに言われてますけども、皆さんロシアとかギリシャのロシア正教ギリシャ正教ではイコンという絵があるんですね。ご存知でしょうか。多分ちょっとすみません映像準備してないんですけど、イエス様の像とかマリア像とか聖家族像とかあるんですけど、その、イコンについてですね、ちょっとこんな話を聞いたことあります。例えば日本人はねこうやって集まって、前にいる人の話を聞くとかいうのは、別に自然にできますよね。それから中世、江戸時代とかでも、3割強ぐらいの人は字が読めましたので、かなりの人が書物があれば、理解できたということがあるんですが、ロシアに至ってはですね、識字率が数パーセントです。当時ねローマ正教が発展してた時期は、だから読める人はいないんですね。字が読める人がいない。それからこうやって集まってね、人ところに集まって人の話を聞くとかいうこともできない。近くに礼拝所がないとかそういうシステムもない。また学校は我々学校行ってて先生の話を聞くってことができるから自然にこうやってできるんですけど、そういうことをそういう教育を受けてない人は人の話を聞くいうこともなかなかしんどいですよね。だから絵でね、絵を描いてこれがイエス様でイエス様こういうことしたんですよっていうのをもう視覚的にこう瞬時に分かる、あれは福音宣教ツールなんですよ。だからちょっと日本人が考える偶像やみたいなね、ああいう絵を描くことは偶像やみたいな、そういう考えはちょっと違うと。日本人の感覚で意向を見ると間違いですよっていうのを聞いたことあります。なかなかね文化の違いというのがあって面白いと思いますけど、また明日がですねちょうど8月15日になります。終戦記念日になりますけども、この時期になったらもう私いつもいろいろ考えることあります。アメリカと戦争したけども勝てたんちゃうかなと思うことがあります。でアメリカ人のいろんな研究者の中でもことによっては負けとったかもしれないということが言われてます。日本人の人はあまり多分ご存じないと思いますけど、国力が17倍ぐらいあったんですね。 GDP でいうとアメリカと日本は17倍あるんで、あんな経済大国と戦争してバカな戦争したもんやと言われてますけど、実は戦闘面で言ったらそうでもなかったんですね。真珠湾は成功してますし、真珠湾の第二次攻撃をちゃんとしてたらアメリカの太平洋の進出をもっと遅れてたかもしれない。それからミッドウェー海戦というのがあるんですけどね、これでほとんど、日本が持ってた空母のほとんどを、沈められてしまって、
大東亜戦争における、まあ、対米戦争においてはもうほとんどその使用がその時に決まってしまったと。でそのミッドウェー海戦についてはですね、12機の相手の、ヘルダイバーって、急降下爆撃機っていうのがあるんですけど、それが相手は戦闘機の護衛をつけずに、まあ、来て、まあ、その奇襲が成功して日本が、まあ、敗れたと。もうほとんど奇跡的な勝利なんですね。で、まあそれで勝ったといっても、まあ、間違いないんじゃないかなと今から振り返ってみると私は思います。で、以前ですねこういう話を聞いたことあるんです。皆さん戦時中ですねアメリカの家族は子供たちを、平地に戦地に出すわけですよね。で皆さんほとんどクリスチャンですよ。アメリカの家庭は家族はみんな祈ってたんですよね。全米戦勝祈祷会なんていうのもやってるんですよね。皆さん祈ってたんです。そうですよね。今もし戦争が起こって家族が戦地に行くったらみんな祈りますよね。で、かたや日本はどうだったんです。イエス・キリストの名前で戦争の勝利祈った人いる、何人いたでしょうかね。それを天国から神様見たらどう感じると思います。やっぱりアメリカ戦争を勝たしたらなと思いますよね。絶対そう思いますよね。と、まあ、だからその全米戦勝祈祷会というのがあったんかと、その事実を知ったときに、ああこの戦争はそれでまあ負けたなと本当に感じます。いかがでしょうか皆さん。はい、そしたら、新しい世界へという曲を一度歌って交換の時にします。もう何も言わず何も語らずただ信じよう。キリストの愛に望みだけば力あふれる。今は救いの日さあ飛び立とう新しい世界へ。いつでもキリストが私を支えて
支えているから、ハレルヤと主に今叫ぼう、ハレルヤと主に心から、ハレルヤと主に今叫ぼう、ハレルヤと主に心から、すべてが生きる、すべてが生きる、この川の流れゆくところ、すべてが生きる、すべてが生きる、この川の流れゆくところ、アーメン、ハレルヤ。
印、そこに未来が、聖なるお方が両手を広げ私を包む、その両手には深い傷跡、私のための愛の印、そこに未来が、賛美があって、そこに光がある。ずっと光がある。決して消えはしない。永遠の命。喜びに満ちた世界。そこに未来がある。賛美があって、そこに光がある。と光がある。決して消えはしない。永遠の命を。お祈りします。天のお父様、感謝します。神様、あなたが私たちを愛してくださって、御子イエス様をこの地上に送ってくださいましたから感謝します。皆様、いつも両手を広げて私たちを愛して見守ってくださってますから感謝します。神様、イエスキリストの十字架の血を、本当に私たちはこの贖いの生贄によって罪許されたことを信じます。イエスキリスト、この素晴らしいこの十字架の御業を私たち個人的に受け入れ、神様、あなたに捧げます。イエスキリスト、あなたに捧げます。そして神様、あれは御国に入ることができますから感謝します。この地上でも神様、聖霊様によって私たちを祝福してください。健康を守り、経済を祝福し、家族の絆を強め、周りの人々と人間関係、祝福してくださいますようにお願いします。すべての祝福いただきます。ありがとうございます。感謝します。今日のこの礼拝で主はあなたが奇跡を見せてください。問題のあるストーンに解決を、病のある方に癒しを与えてくださいますようにお願いします。語る先生をますます祝福してください。聞く私たちも届いてください。お願いします。最後まで主をあなたの見てになれます。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。我が主イエスよ、救いの君、主の愛讃える、命の鍵、砦、力、慰めにしよう我が霊、悲しい贖めよ永遠に、叫べ全地よ歌え、主の力と栄光、山も海も震える、皆のとどろきに喜べ、にての技を永遠に愛し、すべてに勝るイエスの愛。
称える命の限り、そう命の限りあなたを称えます。遠いで力慰めにしよう、我が霊魂あがめよ永遠にしよう。叫べ天地よ歌え、主の力と栄光、山も海も震える、皆のとどろきに喜べ、御手の技を永遠に愛し仕える、すべてに勝るイエスの愛、折り返しすべて歌え、主の力と栄光、山も海も震える、皆のとどろきに喜べ、御手の技を永遠に愛し仕える、すべてに勝るイエスの、あ、すべてに勝る、すべてに勝るイエスの愛、すべてに勝るイエスの愛。今日も聖霊において私たちの救い主、主イエスキリストと愛する御子、私たちの罪の許しのために、十字架におかけになるために、惜しむことなく天の御座からお使わしくださったお父様の上に、誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝、すべての生き物を力いっぱい豊かに豊かにお捧げいたします。ハレルヤ。おはようございます、天にの祝福のお祈りをしていきたいと思いますので、皆様もですね、この教会で、信仰を持たれて、そしてキリストの栄光を表すことを心に決めていらっしゃいますので、さらに親しく交わっていただけたらと願っております。兄弟はね、スポーツが大好きで、よく私とはオリンピックの話とかスポーツの話になると、もういろいろとですね、見識が深くて楽しくお話をするんですけども、本当に、お祈りいたします。天のお父様、今日こうして木寺学ぶ兄弟と美奈子姉妹、神様、天乳祝福の祈りの時を与えてくださってありがとうございます。すでに神様、この教会にお見えになられて、親しく交わり、共に祈る時を持たせていただいています。また神様、教会のいろんなことを覚えてくださって、さまざまなものを持って教会の働きをすでに支えてくださっておられますけれども、ますます主の霊に満たされて、神様、兄弟が特に奇跡的な癒しを受けることができるように、神様、車椅子から立ち上がることができるように、主イエスの名によってまず祈ります。全能の神に祈ります。どうぞ兄弟の信仰と祈り、奥様の介護と祈りを祝福いたします。奥様と神様ご夫妻がともに霊に神様燃やされて、神の愛に満ち、そして宣教の技に満ちて、ご夫妻を通してまだイエス様を知らない多くの方々がキリストにお出会いするきっかけとして用いられていきますように、どうぞその生活がいつも守られて、ご夫妻の関係が本当に平安が支えられて、神様、必要のすべても不思議に守られ満たされていきますように、すべての人間関係の祝福をお祈りいたします。教会において、また近隣の方々の関係において、圧倒的な神の祝福と平安と、またこれからの歩みの安全をお願いいたします。どうぞご夫妻を用いてください。学ぶ兄弟、美奈子姉妹、木田さんご夫妻の上に圧倒的な神の祝福をもう一度宣言し、イエスの皆によってこれから共に礼拝を持てることを感謝して、天のお父様にこの祝福の祈りをイエスの名によってお捧げいたします。アメン。ハレルヤ。アメン。感謝いたします。それからですね、今日は特別に内田昌司兄弟が
ギデオンの聖書配布協会ですね、昨日もなんかテレビの中でね、ちょっと一部そういうところありましたね、ホテルの中に聖書が入ってるねっていうのは、何でもよく知ってる人、池上さん、みんなそれだけで分かるんだね池上彰さんの番組でね、キリスト教なんかいろいろやってましたけどもね、でキリスト教についてやっぱりそんなに深くね、まだやっぱりクリスチャンじゃないからね、分からないですね、はい、まあ、いいんですけどやってましたね。でそのギデオンのね、ことについてちょっと水車兄弟前に来てよろしく、今です、今です、さっきさっきメッセージの前にね、お願いします。内田兄弟がギデオンのね、働きの合唱しておられますので、ですね、よろしく耳を傾けてください。おはようございます。日本国際ギデオン協会の神戸支部から参りました内田昌司と申します、実は私はこの神戸キリスト教協会の教会員でもあります、当協会の副牧師内田奈子先生、私の奥さんですけれども、と一緒にこの教会に移ってきたのがもう26年も前のことになります。神様の導きによって素晴らしい教会に導かれて非常に感謝しております。本日はギデオンの報告と証ということでお話をさせていただきます。ギデオン教会のことをご存知でしょうか。ギデオンというのは旧約聖書司祭の中に出てくる英雄の名前ですが、そこから名前を取った団体です。私たちは無料の聖書の配布を通して人々をイエスのキリストの救いに導くことを、人々をイエスキリストの救いに導くことを唯一の目的とする一般信徒からなる団体です。現在までに世界中で無料の聖書を20億冊、ホテル、病院、学校、刑務所などに贈呈してきました。ギデオンの働きはアメリカで始まりました。110年ほど前のことになりますが、あるホテルで見知らぬ青年が2人同じ部屋になり、話をしていくうちに2人ともクリスチャンであることが分かりまして、2人で祈って聖書を世の中の人に、無料で配っていこうという考えが与えられました。あと1人有志が加わり3名でギデオン教会が始まりました。その小さな運動が110年のうちに世界中に広がり、現在200カ国で無料の聖書贈呈が行われています。ギデオン会員数は男女合わせて世界中で今30万人ほどいるということです。日本では1950年、今から66年前、私が誕生した頃ですけれどもに始まりました。日本全国では現在約2000名が会員となっております。神戸支部の会員は約15名です。会員は私を含めて60代70代の年配の人が多いんですけれども、去年まで神戸支部のチャプレンをしておられました、神戸中央教会の井上耕作兄弟は現在96歳になられます。今もお元気で集会にいらっしゃいます、素晴らしい信仰の器です。このような信仰の先輩に支えられてギデオン教会はその活動を続けてまいりました。ギデオンの活動というのは教会の伸ばされた腕としての、伝道活動です。福音活動の最前線というのはあくまで教会ですので、私たちの働きは教会の働きを陰で支える、黒子のようなそのような存在だと考えています。私がギデオンに入るきっかけとなりましたのは、私は教師をしておったんですけれども、定年間近になった頃何か伝道に関わることがしたいという思いが与えられたからです。信仰生活、教会生活は長いのですけれども、それまでの人生を振り返ってみると伝道らしい伝道がほとんどできていない、これはダメだというふうに反省した、それがきっかけでギデオン教会に入りました。具体的な活動としては神戸市内の中学校高校へ行きまして生徒さん一人一人に聖書をお渡しする活動をしています。現在は毎週木曜日、今夏休みですので休んでおりますけれども、毎週木曜日に朝の7時ごろ、結構早いんですけれども行って準備をして、クラブ活動などでやってくる生徒さんがいますので、その生徒さんから始めまして一人一人に聖書をお渡しています。聖書配ってます。聖書世界のベストセラーです、神様からのラブレターですとか愛について書かれていますとか、いろんなことを言いながらね配るんですけれども、
まあ、笑顔で聖書を取ってくれる生徒さんもいますし、まあ、無表情で、ポッと取ってくれる人、それとか、大丈夫ですと言ってそのままね、過ぎ去る生徒さんもいますし、黙ったまま過ぎ去る生徒さんもいます。まあ、様々ですけれども、私たちは一人でも多くの若い魂に福音が届くようにとの思いでこの活動を続けています。うん、昨年度は1万2000冊の配布を目標に頑張ってまいりました。神戸市内の中学校を中心に無事1万2000冊以上配ることができました。この中の何冊が本当に読まれて何冊が魂の救いにつながるのか、まあ、それは神のみぞ知るということですが、神様は必ず何らかの形で、福音伝道のために聖書を通して働いていてくださると信じます。まあ、今読まなくても、成長してから読むかもしれませんし、あるいは、その、置かれていた聖書を家族の誰かが読むかもしれませんし、そしてまた、まあ、中学生といっても非常に霊的に鋭い生徒であればすぐに読んで、救われて教会に導かれるかもしれません。まあ、私たちはそのような思いを持って、神様を信じて、活動を続けております。救われるのは私たちの仕事ですけれども、あとは神様が必ず、その働きをしてくださると信じます。御言葉を読ませていただきます。ローマ書10章の13節から15節。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わせなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人の足はなんと立派でしょう。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。うん、私たちはこの宣教のスピリットを持って神様に支えられながら今後もギデオンの働きを続けていきたいと願っております。最後に3つのお願いをさせてください。1つ目、どうぞ私たちこのギデオンの活動を祈りに覚えてくださって、祈りによって支援してくださいますようにお願いを申し上げます。2つ目、非常に厚かましいお願いで恐縮なんですけれども、聖書購入のための支援献金をお願いいたします。私たちの活動は、まあ、活動費とか、移動費、こういうのは全て自己負担でやっているんですけれども、配布する聖書を購入する資金は今日のように教会を回りまして、ご協力を願っています。130円で1冊の新約聖書が購入できるんですね。それでなお、この献金はギデオンの活動に賛成なさる方で結構です。この礼拝が終わりましたら、ドアの、両側にですね、菅原長老と一緒に、箱を持って立っておりますので、少しでも結構ですのでご協力お願いしたいと思います。3つ目、またギデオンの神戸支部は決して人数が足りているわけではありません。私たちとしてはギデオンの尊い活動に一人でも多くの方が加わってくださることを、祈りの課題としております。ギデオン活動を一緒にやってみようという方おられましたら、ぜひご協力お願いいたします。本日は、貴重な時間を与えていただきどうもありがとうございました。というわけで、ギデオン、ね、配布聖書協会の設立の経緯と現状とまた活動報告をありがとうございました。ね、終わった後で2人が立っておりますので、ですね、献金しようと思われた方はぜひ献金して、それがもうほとんど全額聖書の印刷代に回るんですね。全部手弁当でボランティアでやっておりますので、ですね、他の方に経費が回ることはないんで、素晴らしい良い働きだなと思っております。天のお父様、どうぞこのギデオン聖書の配布のこの働きがアメリカから始まって、今は30万人の会員によって、そのボランティアの働きによってすでに20億冊を超える聖書が各地に配布されていることは、なんという尊い偉大な働きでしょうか。神さん、どうぞこの働き、神戸支部は今15人の会員がいるということですけども、どうぞ神戸支部においてもこのために奉仕をに新しく加わってくださる新しいエネルギーと力をくださるようにとお祈りいたします。どうぞこの働きがますます神の栄光のために、そして聖書を手にした者がやがてキリストにお出会いできるように、あなた方水の上にパンを投げよ、多くの後の日にそれを見出すであろう。神様、どうぞその御言葉のように
神様この働きがやがてキリストの再臨を待ち望む多くのクリスチャンを生み出すとそう確信します。働きを祝福してください。キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はですね第2週でありますので信仰生活の基本という中からですね、祈りの生活のパートをですね、5回目になってますね。でこれこの第2週については私が書いたこの本から全部ね引用してます。でこれを基礎にしてお語りしてますので、新しくねクリスチャンになる方洗礼を受ける方は無料でね勉強してくださいということで無料でお配布しています。でもすでにクリスチャンの方で、でもその本知らなかったわという人があって読みたいわという人があったらですねこれ、定価1500円ですけど2000円ですけどですね、1000円で皆様に、ですね、読んでもらいやすく安くですね、低価格で皆様に、ね、読んでいただきたいと思っておりますのでまたロビーの方でお買い求めください。よく売れてるんですね。売れてるっていうかよく読んでいただいてですね本当に感謝します。祈りのね生活の、最後にしたいと思うんですね。メッセージとしてはで私たちはやはりね教会に来る前ですねキリスト教の信仰を持つ前でもやはり願い事はあっただろうと思うんですね。その願い事とか、ね、それが、ね、家内安全、無病息災、商売繁盛、交通安全なんかいろいろありますけども、まあ、そういうものをやっぱりね求めているわけでそれぞれですね霊験新たかなところに行って誠の神様が分かりませんからねそこのところに行って自分の願い事をですね捧げるということがあるんですね。ですから日本においてはこの願をかけるとかいう雰囲気の言葉がぴったりくるんですね。祈りとあまり言わないですね。願をかけに行ったとかね、ですね、そういう言葉なんですけども、で聖書ではね祈りということですね。で祈りは皆さんね神様を一番、具体的に神様って本当に来ておられるわっていうふうに実体感やね実感をさせるのは祈りなんですよね。で聖書を読むことによっても聖書ってこんな約束あるんやわすごいなと思って聖書の言葉からねこう飛び出してくるようにして心の中にね深く染み込むということもあるんですね。こんな御言葉知らなかったすごいなと思ってねその時も神様の恵み感じるんですけども祈りのですね答えを通して祈ってたことが答えられたわって。で神様に対する祈りはですねすぐに祈りが答えられるものもあるしものによっては何年もね時を経てですねちょうど山に染み込んだ水が何キロもね地下を通ってね湧き水のように流れてくるようにね何年かでですねあ10年ごと10年ぶりとかねこんな20年の後にとかねそういうことがあるんですね。でそういうことによって祈った本人が忘れてたのに神様の方がちゃんと覚えておられてその祈りを答えくださってそして本人があ気がついてあ祈ってたのに自分は忘れてたでもこうやってあの時祈った祈りが今答えられているわというような形でですね神様があ生きておられるんやなということでですねもう祈りが神様の生きておられることを体感するすごいことなんですけどもでこの聖書の祈りは私たちが教会に来る前の願をかけるとかこう念じるとかちょっと違うんですよね。で神様に知る前私たちは願い事あるんですけども要するに、ね、念じるようなもんなんですよ。ぐわーっと心の中で念じて、ねまあ、気を送るっていうこともありますけども、まあ、非常に似てるような作業だと思うんだけどもね気を送るってあるでしょ。動物で寝てる虎をね気を送って起こすってあるじゃないですか。ぐわーっと気を送ったらね虎がパッと目が覚めてねキョロキョロしたとかね、まあ、そういう気を送るって、まあ、それと似たような感じで念じてねそして呪文を唱えて念じて自分の中にある人間が生まれつき持っている霊力というか念力というか気の力というかそういうものによってぐわーっと甲が渡る兄弟の心がそんな感じでこれ祈りってそうじゃないんですよ。私は気を送って直接相手に何かこうね自分の思うように相手、まあ、コントロールするまで言いませんけども気づかせるようにとかね
それは聖書の祈りはそうじゃないですね。で、世の中の言う願い事は結構そういう感じなんですよ。偶像を通じてカーっていうような感じですね。でも聖書の祈りは直接私たちが何かに働きかけるんじゃなくって、気を送ったり念じるんじゃなくって、神様に捧げ、アメ、神様に自分の心や思いや願いを知っていただいて、神様が働いてくださる、アメ。だから祈りに力があるってことは正しいんですけど、うっかりすると祈りという作業が偶像になることなんですよ。祈りという作業が、私がどういうことか言うと、私が祈ったからそうなったんやと、祈ったからこうなったんや、ある意味それは正しいといえば正しいんだけども、うっかりすると今言ったように祈りの作業、祈りのこと自体が偶像にある可能性があるんですね。だから私はもう一日祈ってますから、何時間祈ってますから、もういつの間にか何時間祈ってるっていうこと自体が自分の義となり、自分の手柄になってしまうってことがあったりする。だからうっかり注意しないといけない。長く祈ることはいいことないですよ。ただ長く祈ったからこうなったんやってなると、祈りの動作が偶像になるんです。皆さん、また祈りがなぜ力があるかというと、また祈りが神様に届いて、アメ、神様の見てが動いてくださるので力があるんですよ。祈りは神様に下げて、神様が働いてくださるから祈りに力があるんです。このね、ベクトルの方向ですね、間違いないように私たちは知っていかないといけないなと思うんですけども、で祈りっていうのは私たちの置かれている状況や環境ですね、神の力によって変えていくことのできるね、すごいものじゃないですかね。でアブラハムが甥のロト家族がですね、救われるようにね、ソドムとゴモラという町が滅びるのでね、神様からの警告があったので、そこに住んでいる愛するですね、甥ごとその家族が救われるようにとね、家族のために、アブラハムが祈るところありますよね。そして結果的にロトとその娘たち3人しか救われなかったんですけども、そのようにして私たちはですね、本当に家族の救いのために祈って、そしてその家族が3人できてしたけども守られたというね、そのようなアブラハムの家族のための取りなしの祈りがありますけども、皆さん、私たちも家族の救いがあなたの身の回りに成就しますように祝福をお祈りいたします。家族が全員が神のもとに立ち返ることは神の御心です。私たちの宣教の守備範囲の最も小さな守備範囲の責任範囲は私たちの家族ですよ。私たちと同居している、血の濃いつながっている家族が私たちの宣教をするですね、最小限のですね、守備範囲だろうと思うんですけども、本当にあなたの家族に対する祈りがですね、家族全員が神のもとに立ち返ってくるところのですね、元となるとそう信じます。またね、モーゼはですね、イスラエルの民を、ね、エジプトから、ね、出エジプトをエクサダスしまして、そして、シナイ半島ですね、約束の地に向かって行進したときに、アマレクというですね、部族がイスラエルの行進を阻むんですよね。結果的にイスラエルの民とアマレクの民がですね、戦闘状態になるんですね。でその戦況をですね、眺めるためにモーゼが小高い丘の上に登って、そして下を眺めて、ですね、いて、そして神に向かってモーゼが手を挙げて祈るんですよね。そうするとモーゼが手を挙げて祈っている間はイスラエルの民が優勢になっていくんですよ。でモーゼやっぱり人間ですから疲れて手を下ろしてしまうと敵方のアマレクが優勢になるんですよ。それを何度か繰り返すうちに、アロンとフルというそばに仕えていたお兄ちゃんのアロンと従者のフルがですね、原則見出すんですよ。あ、モーゼ先生の手が上がっているときはイスラエルが優勢や、先生が疲れて手を下ろしたらアメリカが優勢になる、これは大変だということで、アロンとフルがモーゼの両側に立ってですね、モーゼの肘が下がらないようにモーゼを肘を支えた。皆さん、このモーゼの手を上げるという行為は祈りの象徴なんですね。だから手を上げて祈っている間は神の民が勝利し、祈りがなくなると敵方が勝利する。だから私たちの皆さんの祈りは
環境や状況を変える力を持っている。アメン。そのような力を持っているのが祈りの力なんですね。それは神様によってそれが働かれるわけですからね。またエリアの時はどうでしょうか。3年半ですね、イスラエルの国がですね、干ばつに襲われて、今日食べるものもなくなって、ザレパテの町ではですね、お母さんとヤモメと息子がですね、まさにもう最後のパンを焼いて、まあ、死なんとするっていうね、そのようなところに預言者エリアが使わされて、まあ、奇跡に起こる出来事も書かれていますけども、皆さん、エリアが、ね、信仰によって神に向かって祈った時に、3年半雨が降らなかったイスラエルの地に3年半ぶりに皆さん雨が降ったと記録されていますよ。それはエリアの預言者エリアの信仰の祈りが神の御手を動かしてそうなったんですね。そんなわけで皆さんね、私たちの信仰の祈りは神の御手を動かして、あなたの置かれている状況や環境を変える力を持っています。アーメン。もう全ての環境を私たちが思い通りに変えるということは難しいでしょうけども、しかし本当にどうしても私たちが、これは神さん、どうしても変えていただければなりませんというようなことがありましたら、どうぞ信仰による祈りを皆様が捧げるように祝福をお祈りいたします。信仰の祈りがあなたの状況や環境を変えていく力を持っているんだということをですね、私たちは今日しっかりと学び、またそれを実践していただければと思うんですね。で、今日はですね、このさらに聖書のからの祈りの課題ですね、聖書からの祈祷課題というタイトルでお語りしますけども、詩編の122編の6編ですね、122編の6編とおかしいね、122編の6節ですね。はい、読みましょう。お読みしましょう。はい。エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する人々が栄えるように。これは旧約聖書の中にあるね、神様からの祈祷課題なんですね。エルサレムの平和のために祈れ。皆さん、エルサレムって、エルはね、神様、サレムはシャロームで平和でしょ。エルサレムは日本流に訳すと平安京なんですよ。平和の都なんですよ。京都がね、平安時代平安京って呼ばれてでしょ。平安京を作ったのは幾何人で大陸からやってきた畑氏一族で、畑氏一族はキリスト教徒であったことが分かってるんですね。でその痕跡いっぱいあるんですけども、その畑氏一族が桓武天皇に協力して、いわゆる強力なサポーターになって、その財力でもって、ね、奈良から長岡京、そして京都に、今の京都に移したんですけども、その時に皆さんつけた名前がまさにエルサレムをつけたわけですよ。だから平安京って、まあそれはね、別のことですけども、まあそういうことでね、皆さんね、エルサレムという町が今もあります。昨日もね、池上さんの中でエルサレムがね、ちょっと一部出てきたところはありますけども、エルサレムの平和のために祈りなさい。ね、だから私はいつも礼拝の中で最後に祈るでしょ。ね、エルサレムの、ね、上にね、エルサレムと聖地の上に平和と繁栄と霊的な回復がありますよ。このようにしてエルサレムのために毎週ですね、礼拝ごとに皆様を代表して私は祈るようにしてるんですけども、なぜね、日本の人がね、なんでエルサレムの平和ばっかり祈るんですか、パレスチナのために祈らないですかと言われたら、まあ、その人もいらないといけないんでしょうけども、何よりも私がエルサレムのために祈るのはこの聖句の祈祷課題があるからです。どうぞ皆さんもね、祈りの中でエルサレムの上に神の平和がありますように、同時に霊的な回復がありますように。ユダヤ人たちのほとんどは旧約聖書は信じてますけども、私たちの新約聖書は見もしない、知りもしない、見たこともない。だからイエス様が救い主であるということはユダヤ人はほとんど知らないんです。でも唯一の神様は私と同じ、旧約聖書知ってるからね。だからユダヤ人も霊の目が開かれて、私たちと同じようにイエス様があなた方の求めていたメッサイア、救い主ですよということですね、目覚めるように霊の回復のために、まあ、いつも祈ってるわけですね。イエス様のもとにユダヤ人も立ち返るようにですね、世界で最もクリスチャンの人口の比率が低い国はイスラエルと日本ですよ。2つの J ですね、ジェルサレムね、ジューですね、そしてジャパンですけども、この2つの J がですね、なぜかキリスト教徒クリスチャンが少ないんですけどもね、本当にイスラエルの
霊的な復興、また日本の、ね、人々の霊的な復興ですね、日本の人々の霊の目が開かれて、あ、そうや、日本は仏教で長いことを、神道で長いこと来たけども、そうじゃないんだと、本当に天地を作られた誠の生けるただ一人の神様、アーメン。神々の皆さん、あるわけがないよね。ややこしい、しょうがないじゃないですか。神々があったらややこしい。神様ただお一人ですよ。言いましょう。神様ただお一人。その方は天地創造の方。全能なるお方。唯一なるお方。愛と憐れみの人格を持っておられるお方。皆さん、世界の創造主が愛と優しさに満ちている。ハレルヤ、なんというすごい啓示なんでしょうかね。そのようにして私たちはエルサレムの平和のために祈りなさいとあるんですね。次の聖書の祈祷課題は第一テモテの2章の1節から3節までですね、お読みしましょう。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです、ね、だから私たちはですね、パウロを通してね、進めますと。何を進めるかというと、王様とかね、高官のためにお祈りなさい。まあ、今はね、日本では2つの、ね、権威がありますよね、行政府と、ね、まあ、国会もすごいそうですけども、三権分立になってますけども、同時に、ね、天皇陛下という、ね、生前退位の問題が今、ね、これから大きな国民の論議を呼ぶと思うんですけども、天皇陛下という特殊な存在ですね。単なる王様ではないんですね。特殊な宗教的な存在である天皇陛下の天皇制の問題とかね、ありますけども、私たちは、ね、安倍さんが嫌い、安倍さんが独裁、ね、独裁者とか言ってね、フェイスブックの中でも、まあ、結構ですね、クリスチャンの間の中でも安倍さんに対して、まあ、厳しいね、バッシングに近いような投稿も結構、まあ、あったりするんですけども、まあ、それでね、そう思われてたから仕方がないんですけども、皆さん、ただそれだけで終わったらいけませんよということですよ、ね、やはり聖書の教えは、ただね、トップリーダーをバッシングするだけが私たちの務めじゃなくって、そのトップのために祈ってあげなさい。アーメン。すべての王と高い地位のある人のために願い、祈り、ね、感謝を捧げにしなさい。ですから私もですね、必ず安倍さんのために礼拝の中で祈るじゃないですか。それは聖書にそう書いてるからですね。それはなぜかというと、私たちは経験で、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。もしね、国が戦争状態になったりですね、悪いですね、指導者が現れてきたらですね、言論が封鎖されたりですね、自由が奪われたりして、こんなに快適な場所で自由にですね、神様を礼拝できることはすごい恵みでしょ、ね、もしこういうことが保証されなくなったら大変じゃないですか、ね、人目を隠れてですね、小さく礼拝しないといけないと、同じでなっても、まあ困るわけですね。そういうことにならないように、私たちは為政者のために、彼らが良い政治を行うことができるように、この方々が平安な心を持って良い政策を実行できるように祈りなさい。皆さん、これが聖書の教えですね。ただ単に批判して、あかん、ダメや、あいつはというだけでは何の解決にもならないということですね。私たちはこれは聖書から与えられている、まあ、祈祷課題なんで、皆さんも祈りの中でですね、安倍さんの上に、また日本政府が行政事を行うことができるようにとですね、祈りを差し上げてください。これは主の御心ですから。続いていきます。第3番目、福音の拡大と生徒のために祈りましょうということですね。ローマ人への手紙の中から見ていきましょう。ローマ人への手紙ですね、はい、15章3、はい、兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤ人にいる信仰の人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように。そうですね、はい、ここでね、パウロがね、お願いしますと言ってですね、
何をお願いするかというと、私と一緒に、ね、力を尽くして、ね、神に祈ってください、ね、何を祈るか。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、最初はね、皆さん、クリスチャンはユダヤ人、ほとんどユダヤ人ばっかりだったんです。ところがある程度まだ教会が成長したんだけども、それから以降はユダヤ人の中から反対者がダーッと出てきて、ものすごく迫害があるわけですね。でユダヤ人クリスチャンはそれ以上あまり数が伸びなくなったんです。伸びなくなったどころかユダヤ人から迫害です。だからキリスト教の最初の迫害はユダヤ人がユダヤ人クリスチャン迫害したんですよ。でも途中から異邦人のクリスチャンがどんどん増えて、ローマ皇帝がローマの組織を持って組織的に200年近く迫害始まるの。だからここで言ってるパウロは、自分がユダヤ人だったのにキリスト教徒に変わったので、ね、イエスを救い主として、ね、そのことを、ね、宣教する布教活動するパウロを生かしちゃおけねえということで、パウロがユダヤ人から迫害を受ける。だから私がユダヤ人に対してキリストのことを語ることができるように祈ってほしい、ユダヤ人の攻撃から守ってほしい、そう言ってるんですね。そして私の奉仕がエルサレムの中に、エルサレムの町に住んでいるユダヤ人たちに私のメッセージが届きますように、そういうことを祈ってほしい、福音のために祈ってほしい。次にエペソの、皆さんね、どうぞ福音が、ね、届けられるように祈っていきましょうね。はい。皆さん、はい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の釘を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。福音につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。イエス様のことを大胆に語り祈ってください。で、皆様、私のために、ね、祈ってくださっている、本当に感謝します。私は皆様の祈りによってこうして講座に立って71歳になってるんですけども、時期72歳ですね、はい。10月来たらね、でもね、本当に神様によって守られてね、感謝してますよ。それは皆さんが私のために祈っておられるその祈りの答えだと、そのように信じています、確信していますね。で、それと同じことでね、祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいね。これは先週言いましたね、異言で祈るんだよ。聖霊の満たし、聖霊のバプテスマという霊的な体験みんなしますよ。その時に舌がもつれて日本語でない言葉が口から流れてくる、ね、英語で異言のことは Another Tongue、ね、ギリシャ語ではグロッサという言葉を言いましたね。で、見た目の言っています。これは、ね、精霊によって、異言によって祈る、ね、私たちは知性の言葉でも祈るし異言の言葉でも祈る、ね、これは先週言いましたね。二つ合わせた祈りが私の最近与えられた言葉は知ってますよね。ハイブリッドの祈りって言うんですよ。いいでしょ、かっこいいなと思って自分でね思ってハイブリッドの祈りやってね、いい、分かりやすいね、はい、ハイブリッドの祈り、まあいいんですけど、すべての生徒のために認定の限りを尽くしてまた祈りなさい。だから私たちはクリスチャンのためにですね、ああ小川さんのためにね、あれ藤本さんのために、あれ小林さんのために、私たちはこう祈るですね。人々のために祈りましょう、祈りなさいよ、ね、そして大胆に、ね、福音の奥義ですね、奥義言いましたね。奥義とはユダヤ人だけの神様じゃないよ、すべての異邦人もユダヤ人と同じように神の御救いと恵みをみんな受けれるんだよって、皆さん、これが奥義なんですよ。新約聖書を通してこの奥義がディスクロージャーされたんですよ。イエス様の十字架まではユダヤ人だけの神様みんな育ったの。確かにそれはある意味そうなんですね。ユダヤ人を通して真理が明らかにされ、ユダヤ人を通して旧約聖書ができましたからね。確かにそれはある意味ある時点まで正しいんですけども、イエス様が来られてからユダヤ人だけじゃないよ、すべての黄色人種も白人種も、ね、黒人種もみんなキリストの救いに預かれますよ。これがミステリー、奥義だと聖書は言ってますよね。
そのように信じる者は誰でもキリストの救いをくれるこのことを大胆に語れるように祈ってください。アーメン。どうぞ皆さんもね、菅原牧師あるいはスタッフの、ね、方々が大胆にねキリストを証しできるように引き続き祈ってくださるようにねお願いいたします。アーメン。さあもう一つね、いきましょうですね。で、誘惑にね落ちらないために祈るってあるんですけども、ね、これも時間がないんでね飽きませんけども、イエス様がね最後のね祈りの時にゲッセマネに祈る時に弟子たちにね眠っていないで、ね、目を覚まして誘惑に落ちらないように祈りなさいってありますけども、私たちは現状が厳しい、ね、私たちは教会から一歩出る、そうするともう不信仰なものに囲まれてみんな生きてるわけですね。日本では特にクリスチャンの数が少ないですから、もう全ての会話も神様と関係のない会話だし、ね、否定的なことを聞かされたりですね、ニュースがあったりいろんなことがあって、私たちの信仰ですね、この弱めるような働きがいっぱいあるんですね。そうするといつの間にか私たちは現状にこう支配されるというか、現状に妥協するわけなんですね。教会に来ると信仰は燃えるんだけど、教会が一歩出て社会に行くと何か信仰があるようなないようなないようなあるようなないようなそんな感じでですね、もうそういう枠があるんですよ。もうしょうがないやん、世の中は不信仰やから、もうしょうがないんやっていうのは思いにさせられていくんです。これは現状妥協の誘惑ですよ。でも皆さん、私たちは祈りによってどんな環境やどんな状況に置かれてもそれを克服する神様からのエネルギーと力と助けが与えられる祝福をお祈りいたします。そのね、誘惑、現状に妥協する誘惑ですよ。日本は難しいよね。確かに難しいんですよね。なかなかね、クリスチャンになってくれない。だけども私たちはそこで妥協しないで祈って祈っていくときに、私たちは現状に対して勝利する信仰が養われてきます。アメン。祈りはそういう力を持ってるんですね。現状を打ち破る力を持ってるんですね。さあ、パウロの祈りはね、最後に開きますけども、祈りの総まとめします。で、1番目に、イエスの名によって父なる神に祈ると書いていますね。皆さん、私たちの祈りの、一番のルールはたった一つです。天のお父様にイエスの名によって祈るということです。皆さん、これが祈りの唯一のルールですね。で、私たちは神様に、ね、いきなりね、なんとかしておくんなされ、おくんなはれ、なんてね、じゃなくって、まず私たちはやっぱり、天のお父様に感謝の祈りを捧げること、アメン。ちょっと言いましょう。ね、天のお父様、感謝します。あなたの恵みを感謝します。イエス様をありがとうございます。十字架を感謝します。罪の許しを感謝します。永遠の命を感謝しますね。その霊的な祝福の恵みをね、受け取って感謝してね。そしてまず何よりも天のお父様とですね、呼びかけるこの言葉が大事なんですね。そしてその後願い事、請願があるんですね。会社のことや家族のことやね、奥さんのことや主人のことや健康のことや子供のことや孫のことや商売のことやお金のことやね、もういろんな願い事あるんですけども、あの人のこと、この人のこと、 A さんのこと、 B さんのことを思い出したら、会社さんよろしくお願いしますと言って、それは自分の普段着の言葉でいいんですね。会話するように、天のお父様よろしくお願いします、こんなことあるんですけども、こんな今ね追い込まれてピンチなんですけども、主なんとか助けてくださいってね、そんな感じで祈って、最後どうですか、主イエスの御名によってお願いします。アメン。言いましょうかね。主イエス様のお名前によってお願いいたしますね、お祈りを捧げます。アメン。これがね、祈りの唯一のルールですよね。ね、次は何かというと、この主の祈りってね、マタイの中に出てきますけどもね、先ほどもね、最後に、ね、私たちは賛美をしてですね、この礼拝を締めくくりますけども、天にまします我らの父よ、皆が崇められますように。私たちの祈りのすべての根拠と動機は父の皆が崇められますように。皆さん、アーメンですね。天のお父様の栄光が皆が崇められますように。そして天のお父様の皆はイエス様の栄光が表されるときに、イエスの皆が
称えられるときに天のお父様の皆が同時に崇められると聖書は書いています。アーメン、ね、私たちの祈りのすべての動機は神様の皆が崇められる、ね、そして、ね、御国が来ますようにありますよね。そして御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈りなさいですね。で、天は 100% 妨げるものありませんから、天の父様の思いの通りに天は動いていますよね。だけども私たちの住んでいるこの地上は神の御心を行わないといけないんですけども、神の御心が皆さん妨げられているじゃないですか。神の御心はみんな愛すること、平和でみんなが暮らすこと、争いがない世界ですよね。平和に満ちた世界が、地には平和、ね、神には栄光、地には平和とね、イエスの誕生の時に見つかり言ってますけども、皆さん地に平和と、ね、安息があることは主の御心ですね。その平和と愛と安息を表すために私は人間作られたんですけども、その肝心の神の御心を地上で再現するための人間が神から離れて、そして自分の罪を持ってですね、神様の御心を妨げているわけですね。愛さないといけないのに憎み合う、妬み合う、憎しみ合う、殺し合う、争い合う、傷つけ合うですね、お互いにですね、非難し合う、そのような罪の性質がありますよね。もともと私たちはそういうものを持っていて、神様の御心が地上で行うはずために作られた人間なんですけども、御心がならないように罪の性質が邪魔をしている。さらにサタンは私たちの罪に乗じて問題をさらに膨らませる、もうね、皆さん拡大させる、これがサタンの働きなんですよ。もともと問題の根源は私たちにあるんですよ、人間の中に。私もあるし皆さんもあるんですよ。それをさらに増幅させるのがサタンの働きなんですね。そして神の御心がこの地上で行われなくなっている。だからイエス様言ったんですね、天で御心が行われるように地でもなされるなんですか、祈りなさいって。祈りが天の御心が地上で行われるための神様の方法なんですよ。アメン。そしてね、日ごとの糧をお与えくださいって書いてますね。私は今スーパーに行ったらお金を出せば自由にね、まあ、あり余るほどね、捨てるほど食物が入ってきますけども、やがていつまでもこのようにお金を出したら自動的に物が与えられるって時代がいつまでも保証されているとはないんですよね。これから干ばつがあったり、世界的な規模で干ばつがあったりして、皆さん飢饉や不作がですね、何年間に続いたとしましょう。そうするとそれは黙示録に皆さん予言されてるじゃないですか、6章にね。エンゲル係数100の時代が来るって、私たちの一日の稼ぎが全部食料費に変わってしまう時代が来ると予言されてますよね。もうそうなるとまさにね、私たちは今祈らなくっても日ごとの糧を与えられているありがたい時代ですけども、やがて真剣に主よ、今日もこの家族に食事が与えられますようにと皆さん祈らざるを得ない日が来るやもしれませんよ。それは分からないんですけどもね、日ごとの糧を与えてくださいですね、そのように祈りなさい。それは体のための食料とあるとともに、霊的な糧である、ね、神の御言葉が今日も与えられるですね、そういうことも含まれてまいるわけですね。そしてですね、あなたが私たちの罪を許してくださったように、私たちの罪も許してください。つまり人間関係の回復の修復ですね、傷ついた関係が修復されるように、互いに許し許される関係になりなさいよというね、そういう祈りですよね。そしてですね、最後は、ね、試み合わせず悪しき者からお守りくださいってですね。だから必ず私は公の祈りの中でも個人の祈りでも健康の守りとともに安全の守りを必ず、ね、祈りにしてるじゃないですか。このような危険な時代ですから、自分がどんなに安全運転してても横から車が飛び込んでくるかもわからないし、後ろから車が来るかもわからないし、前から車突っ込んでくるかもわからないよね。そして公共の乗り物は比較的安全だと思うけども、どこでですね、本当に
大きな事故があるかもわからないよね。昨日もおとついでしょうか、8月12日は日航123便ですよね。ここでも高見さんのですね、姉妹のお父さん、あるいは凪さんのおじさんもですね、あの123便に乗っておられたということをですね、Facebook で知ったんですけども、本当に身近なね、ことだったんですけども、525人かなぐらいがですね、ジャンボ機でですね、オス高めで亡くなったんですけども、だからいつどんな危険が私たちの身にですね、待ち構えているかわからないから、皆さんどうぞ安全のためにさん祈りにしましょう。隣の人に言ってあげましょう。やったかな、安全のご加護がありますようにと言ってあげてください。安全のためにやることは非常に今重要な時代ですよ。昔は事故といったら馬で蹴られたぐらいの話ですよ。でも今はどんな事故があるかね、スピードで時間稼ぎでありがたいですけどもね、スピードが速ければ速いほど事故は悲惨ですよね。そのような危険な時代ですから、お互いに安全が守られますように、そういうことですね。最後は、ね、もう一度、ね、国と力と栄とは限りなくあなたのものだからです。ね、そのようにして、神様に栄光を返すんですよ。さあ次に行きますね、私たちの祈りはですね、この4番目になりますけども、諦めないで粘り強く祈るんですよということですよね。はい、ローマルカ伝の中にですね、18章で、ね、ヤモメが、ね、ひどい目に遭っているから裁判を開いてほしいと言ってね、人を人とも思わないようなお金で、ね、判決を変えるようなとんでもない裁判官だったんですけども、その裁判官に必死になって、ね、願ったら、ね、悪い裁判官でも、ね、法廷を開いてあげるでしょ、ましてやね、天の父は先民のためにですね、祝福をくださらないことがありませんと、祈りについて諦めないで祈りなさいと教えられましたね。またルカ伝の11章ではですね、友達が夜遅く旅先からやってきた、でも自分の家には、ね、突然の訪問だったので、出してある接待するパンがなかった、そこで別の友達のところ行って、真夜中でしたけどもですね、パンを3つ貸してくれと言ってですね、その友達にですね、頼む、でもその友達は、ね、もう夜も寝てるからみんな、ね、静かにしてくれと断られるんだけども、あくまでも頼み続けたので、その、ね、友達のない友達でしたけども、起きてパンを与えるでしょう、ね、ここでですね、3つのパンを貸してくれという言葉が出てくるんですけど、皆さん、祈りはできる限りというか、やっぱ具体的にある方がいいみたいです。祈りはね、神様祝福してください、まあ、まとめて祝福になるんですけど、それ悪くないんですけど、何の祝福ですか、健康の祝福ですか、経済の祝福ですか、ビジネスの祝福ですか、家族の救いの祝福ですか、人間関係の祝福みたいな、いろいろあるじゃないですか。だから私たちは、ね、祝福って言葉で時間がなかったらまとめて言いますけども、祈ることあるんですけども、できる限り経済の祝福だったら経済の祝福、ね、例えばビジネスの人だったら、ね、今月資金繰りが厳しい、だから売上がこれぐらいないと、ね、お金が回らない、先生祈ってください、おかぐらいですか、いや今月は300万円は必要ないです、分かったら、私たちはできる限り皆さんね、具体的に祈ることは主の御心ですよ。パンを3つ貸してほしい、アメン、パンをいくらかじゃなくて3つくださいって言って、これは祈りは具体的、ね、目の不自由だった見えなかったバルテマイがイエスさんのところに来ました、ね、そして願い事があります、ね、ナザレのイエスよってね、来ました。そしたらイエス様はね、あえて彼に聞くわけでしょ。周りの人はね、イエス様何言ってらっしゃるんですか。彼は目が不自由なんだから、ね、イエス様に目が見えるに、ね、願ってるに違いないって分かってるじゃないですか。でもイエス様はなぜあえて聞き返すんですかってみんな思ったんですよ。でもイエス様はあえて、ね、聞き返しましたね。何をしてほしいのか。で、バルテも言いましたね。目が見えるになることです。アメン。皆さん、イエス様は私たちの祈りをより明確化して祈ることは主の御心です。そのようにして、できれば具体的に祈ったらいいですね。でもあんまり具体的に祈りすると神様を支配するようになりますからね。いついつまでに、何日までに、どうなってとかですね。まあ朝鮮じゃないけども結婚のね、祈りがあるんですけどもね、身長がなんぼで、趣味が何で、収入が何で、顔が何で、もうそこまで言うと、もう神様もね、うるさいなと、もう言うかどうか知りませんけど、まあ、あんまり
具体的すぎるとですね、なんか難しい面もあるんですけども、まあ、できる限りやっぱりね具体的に祈ることは主の御心ですね。アメン。はい、そのようにですね、ありますけども、そして5番目に憎しみや妬みや許せない思いを持ったまま祈ったらいけませんよ、ね、あなたが立って祈るときにもし恨んでいることがあったり恨まれていることがあったら関係を修復してから祈りなさいって書いてます。だから私たちが憎しみや深い妬みや深い許せない思いや深い怒りを持ったままそのままで神様に祈っても神様はその祈りを喜ばれないんですよと知られていますね。ですから私たちの心が本当に平安をいただいて、そしてその平安の心で神様に祈ることは主の御心なんですよ。で、最後になりますけども、パウロのね祈りがどれほどすごい祈りかということを読んで終わりたいと思いますね。エペソ人への手紙の1章の16節から19節ね、これをもって今日のメッセージを終わりたいと思います。3、はい、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどんな栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができます。これはパウロ先生がねエペソの教会のクリスチャンに書いたんですよ。でも神様の御心はエペソだけじゃないよ、神戸キリスト栄光教会のみんなのために書いているんだよ。アーメン。皆さんパウロの祈りが深いですね。もっと戻ってくださいね。あなた方のために絶えず感謝を捧げて、あなた方のことを覚えて祈ってますよ。何祈ってるか、何祈ってるか。どうか私たちの主イエス・キリストの神、天のお父様だね、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいます。皆さんにさらに深く与えられますように、もっと深く神様のことを知る啓示と知恵の御霊が与えられますように。さらに18節、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、おぼろげじゃなくってはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望み、栄光の望みだね、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。アーメン。皆さん生徒一人一人ですね、私たちクリスチャンたちが受け継ぐ栄光がどんなにすごいものかを知ることができるように、私たちはその栄光がわからないから信仰から離れるんですよ。そうですよね。私たちの受け継ぐものが、クリスチャンたちに与えられているものが、人類に与えられているものがどれほど素晴らしいものであるかを分かったら絶対にイエス様から離れませんよ。皆さん、ものすごいこんなでっかいダイヤモンド、皆さん他す人います？こんなでっかいダイヤモンド他せないよ。みんな値打ち知ってるから、もう命でも私でも渡さないぐらいね。皆さん値打ち知ったからはほかさないんですよ。私たちは信仰してるっていうのは値打ちが分かってる、実は何も分かってなかった。信仰分かってないから、その信仰の価値分からないから信仰してるんですよ。皆さん霊の目に開かれて、私たちの受け継ぐべきものがどのように栄光に富んだものかみんな知ることができますように。アメン。神の全能の力の働きによって私たち信じるもの、皆さんのことじゃないですか、働く神の優れた力がどのように偉大なものか、これが地上におけるこの現実における神の力がどれほど偉大であるか、天国に行ってから死ぬんじゃなくて今の生きているこの黒い目の時に神の力がどれほど偉大であるかを、優れた力であるかを知ることができるようにと、こう祈ってるんですね。どうぞあなたの上に霊の目が開かれますように、啓示の霊がさらに豊かに注がれますように、祝福をお祈りいたします。天の父様、祈りの生活の中で祈りのことについてお語りしました。私たちクリスチャンは聖書を通して神様がどれほど私たちを祝福し、
私たちを恵もうとしておられることを知りました。あなたを見上げます。本当に主よ、感謝をいたします。一人一人の祈りがさらに深められていきますように、さらに継続されていきますように、イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは聖霊の満たしのために、癒しのために祈りを捧げます。求める方はその場にお立ち上がりください。天の父よ、今日も一人一人にあなたが触れてください。そして癒しをください。聖霊に満たされるように祈ります。イエス・キリストのお名前によって聖霊を受けよう、聖霊を受けよう。この教会が、この街道があなたの臨在とあなたの栄光に満ち溢れたところとなりますように。一人一人のその肉体が神殿として幕屋としてあなたの臨在と栄光に満ち溢れていることをありがとうございます。聖霊を受けよ、力を受けよ、油注がれ、喜んで主に仕え、聖霊の賜物が注がれて、その手から神の癒しが流れますように。神の力が流れて、クリスチャンを通して奇跡と癒しがなされていきますように。大胆な信仰を与えてください。家族の救いが成就しますように、同胞の救いが成就しますように。否定的な悲観的な不信仰の思いを追い出します。イエスの名によって前向きで肯定的な告白宣言、それが成就しますように。祝福祈ります。続いて癒しを祈ります。天のお父様、聖霊様を認め歓迎し、お迎えし、おいでねし、明け渡します。聖霊様、ご一緒に今週も考え、計画し、判断し、決断し、行動し、イエスキリストの栄光を表してまいりましょう。もし大切なことで間違った判断、決断、行動しようとしていたら、教え、示し、あるいはストップをかけてください。イエス様の御名によってこのところが臨在にあふれ、神の癒しが顕著に現れますように。今悪いところに手を置きます。主を癒してください。私は主であってあなたを癒すものである。イエスキリストの打たれた傷によってあなたとは癒しを受けたのです。病人に手を置けば病人は癒されます。病む人がありますが、その人は長老たちを呼んでオリーブを塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。イエスキリストのお名前によって、御言葉の宣言によって癒しを宣言いたします。癒されたり、骨骨、関節、筋肉、骨髄、血液、血管、皮膚、細胞、遺伝子、神経、ホルモンのバランス、あらゆる臓器に触れてください。そしてがんから癒されますように。今がんの治療を受けている人がこの教会に数名おられます。主よ、どうぞ。また検査待ちの人もいます。良い結果を聞けますように。がんから癒されますように。がんから癒されますように。すべての細胞が健全な細胞に生まれ変わるように命じます。イエスの名によって癒されたり、癒されたり、悪しき者の働きを封印し、悪の要塞を打ち破り、日本の欺きの君をイエスの名の権によって打ち破ります。皇室の方々の救いと平和と幸い、そして聖霊の満たしが成就しますように。日本のリーダーたちから庶民に至るまで神の救いに預かりますように。家計の呪い、罪の呪い、出生の呪い、忌まわしい記憶の呪い、長く続いている負のすべての神様、このプレッシャーからの解放を宣言いたします。勝利、癒し、解放、清め、慰め、希望を宣言し、イエスキリストの御名によって天のお父様にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。主に歌います。感謝いたします。献金の、ね、ためにお祈りいたします。祝福を祈ります。ご準備ください。天の父様、今から喜んで賛美と感謝を捧げつつ、十分の一聖願、感謝、礼拝ごとの捧げ物をそれぞれの思いと信仰を込めて捧げます。受け入れてくださって、あなたご一緒の栄光とキリストの飾られる
教会の人のために尊く用いてください。天において地において豊かな報いの約束を信じて捧げます。どうぞその約束が成就しますように。経営しているお仕事、ビジネス、クリニック、ご商売の上に祝福と発展と繁栄と資金繰りの守りがありますように。勤めている職場、組織、団体、人間関係、ストレスから守ってくださって、直属の上司やその組織のトップの方の上に祝福豊かにありますように。就職活動の道が開かれ、個々の経済が不思議に守られ満たされていきますように。安倍首相を祝福し、政府閣僚が良い内政と外交を展開できますように。特に中国や北朝鮮との外交関係が本当にうまくいきますように、どうぞ守ってください。拉致問題の麗しい解決、横田さんたちの祈りが天に届いていることを信じます。速やかに、そして麗しい解決がありますように。異教徒の中から集団でキリストの元に立ち返り、迫害されている教会やクリスチャンが守られ、そして迫害している者の中から、かつてパウロがそうであったように、多くの者がイエスキリストの元に立ち返ってこれますように。エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復がありますように。今週も一人一人覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者に会うこともなく、公共の乗り物の事故から、家族や会社の方々も含めて安全の福音で守り続けてください。子どもたちも夏休みの間ですけれども、水の事故や悪者や災いや大病や事故から守られていきますように。さあ聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバルし福音化してまいりましょう。主イエスキリストの名前によって、天のお父様にこのお祈りをお捧げいたします。アメン。何にも恐れないイエス様がいる。何にも不可能はないイエス様がいる。声を聞くときに心は踊り出す。信じます、あなただけ、ただあなただけを。すべてはすべては主の御手にあり。アーメン。何にも恐れないイエス様がいる。何にも可能はないイエス様がいる。声を聞くとき心は踊り出す。信じます、あなただけ、ただあなただけを。すべてはすべては主の御手にあり。アーメン。主の祈りを捧げいたします。ご起立お願いします。我が父、ハレルヤ、皆をたたえます。この地に浸らせたまえや。日ごとの糧を与え、我らの罪を許したまえ。
主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが御前にあります会主お一人お一人の上に、また世界中のさまざまなところで、さまざまな苦悩の中にあられるすべての方々の上にも、今からとこしえまで豊かに豊かにありますように。遅れてすいません。